What it is, y'all. Welcome back to another Konosuba video. And today we're going to be finishing up the story, or I think finishing up the story. Konosuba? For part one of this collab. So let's check this out. というわけで、アクアが暴れるからさ。なんとかここに避難してきたってわけだよ。Alright, let's turn this on. いらっしゃいませ。ミス魔道具店へ。ここは、oh, so、we made it to the item shop. アクアがやってる店なのでござるか？同胞よ、どうぞごゆるりと。魔道具の店か。うん。殿？うわぁ、見たことない魔道具がいっぱい並んでる。レアアイテムだ。課金欲がかきたてられる。I think I said this a lot last episode, but I really gotta check out the show. シャルティアっていう仲間の吸血鬼を探してるらしいんだけど、ウィズやバニルの元に目撃情報なんかは届いてないか？そうだ、シャルティアだ。心細い思いをしているかもしれないからな。早く見つけ出さねば。吸血鬼が現れたという話は聞いてないですね。ちなみに他に特徴はありますか？そうね、あなたと真逆のタイプかしら。あの偽父がどれだけパッドを詰めてもあなたの足元にも及ばないわ。はい？She alright? She's got an obsession. な少女だ。もしそれらしい目撃情報があったら教えてくれ。わかりました。それにしても突然別の世界に飛ばされるなんて何かと不自由なさっているのではないですか？このお店には冒険の役に立つ商品をたくさんご用意していますので、よかったら活用してくださいね。ありがたい。ぜひとも拝見させていただくとしよう。ああ、アインズ、ここの魔道具は。Yeah。毎度あり。すまない。物々交換に応じてもらって、こちらの世界の通貨の持ち合わせがなくてな。何をおっしゃるか、アインズ殿。代わりにこのような鉱石をいただけるというのだから、無論こちらに文句はない。Surprise。この店で爆買いするお客さんなんて初めて見ましたよ。私もです。このお店で一度にこんなに商品をお求めいただけたのは初めてです。それはそれで問題だろう。けどよかったのか、店の商品のほとんどをそんな鉱石と交換したりして。何を言う、この鉱石だけでおそらく数百万エリスはくだらんぞ。かなり貴重なものだからな。数百万。レアアイテムに目がないのだよ。ナザリック地下大墳墓に持ち帰り、我がコレクションに加えるとしよう。もしゴッズ級のレアアイテムがあれば、ぜひともこの宝石と交換したいと思っていたのだが。ほう、いい宝石だな。そのサイズならば1000万エリスの価値がありそうだ。1000万！？この骸骨、そんなに金目のもの持ってんの？意外なところでビジネスチャンスだ！I mean, to be fair, they're items from another world. They're gonna be a little more rare. またろくでもないことをひらめいた顔していましたね。But, yeah, Kazum was... ただ、参考に聞きたいんだな。 I mean, in fairness, all he's gotta do is steal it. 負けんプランというのがあってだな。 He does have that ability. 負けん。それはぜひとも見ていた。 Just walk away with this.Undergarments, but that's a whole other situation. そもそもグラムはカズマのものではないでしょうに。一応聞いてるだけだって。あと女神の羽衣なんかもあるんだけど。女神の羽衣？装備アイテムか。効果は？それもカズマさんのものじゃないと思いますけど。目先の欲にまみれておるな。もし売ったとしたらどうなるか見通すまでもなく分かりそうなものだが。 Exactly。 Surprise Kazuma's being less than reputable。 Well, that was a quick story。 私の手で葬り去ってみせなければ。 Okay。 It's
move on to this one. この壺。依然シャルティアの行方はつかめずか。こちらに来て数日。We haven't found her yet. 一体どこへ行ってしまったのでござろう。アンデッドの相手もそろそろ飽きてきたしな。アンデッド案件のクエストばっかりこなしてきたからな。シャルティアにつながる手がかりが見つかるかと思ったんだが。I mean, it makes sense. 手がかりが見つからないのは仕方ありませんが、それにしてもあの狂犬はどうにかならないのですか。アクアか、確かにクエスト中時々背後から殺気が。Oh yeah, Aqua. They brought Aqua. You literally brought Aqua. God damn it! What? いきなり何を？あらごめんなさい。手が滑っちゃったわ。はい。何度も浄化されそうになったな。カズマが止めてくれなければ。どうなっていたことか。 Yeah, the whole point was to get away from Aqua. そのアクアはどこに行ったんですか。何でもやることがあるとかで今日は朝から部屋に泊まりました。また何か企んでいるのではないかしら。やはり今のうちに息の根を。まあそう生きり立つな。実害も出ていないのだ。しばらくは様子見だ。そう言ってもらえるとありがたい。アクアも悪気はないのだ。多分。I mean, Aqua's doing what Aqua does. 共に戦う中で気づいたのだが、Be a useless idiot. カズマは妙にレアアイテムのドロップ率が高い気がしたんだが。カズマは最弱色の冒険者ですが、幸運値だけは異常に高いですからね。なるほど。幸運値か。その特性、我が戦力に欲しいものだ。アインズみたいな実力者にそう言われるなんて光栄だ。考えておくよ。アインズ様は冗談でもそういったことは言わないはず。まさか本気でこの男を。できたわ。アクア、こんな時間まで一人で何をしていたのだ。 What is she gonna do? じゃじゃーん、これを見なさい。それアルベド殿と殿の服ではござらんか。しかもやけに精巧な。作ったのよ。え、すごくない？すごくかっこいいです。アインズたちのために代わりの服を作ってやったのか。意外と優しいところもあるじゃないか。It's gonna have. メグミンのためよ。アインズたちの服をかっこいい、着てみたいってしきりに言うものだから。でも悪魔の服を借りて着るなんて女神として許せないじゃない。だから私が似た服を作ったの。なるほど、そういうわけだったのか。ありがとうございます、アクア。仕方なくよ。おい、あの二人の姿を見ろよ。一体何があったんだ。あいつ、元クルセイダーだったやつだろ。鎧の内側にあんなとんでもねえもん隠してやがったのか。It's literally cosplay. That's amazing. So that's where the unit comes from. 見られている。ムクツキキ男たちの視線が私の胸元に注がれている。まあ、冒険者たちが動揺してるみたいなんだが。大丈夫か。ずるいです。もともと着てみたいと言ったのは私ですよ。脱いでください、今すぐに。え、引っ張るな。悪いが、お前が来たら裾をずりまくって大変だろうよ。俺が来た方がはるかに。ゲル、それにあのまがまがしい姿、まさに魔王だ。カズマのやつ、ついに落ちるとこまで落ちちまったのか。 This is gonna end really poorly, isn't it? すごくいい。俺は今、みんなの視線を集めてる。
随分と感極まってるわね。そんな服を着ただけなのに。 Yes, there we go. He's, そんな服? His popularity is his, he's getting his 15 minutes of fame that he's always craving. そういうことはわかるのね。頭の足りないインランサキュバスさん。いいんだ。おやくわ、いい加減争うのはやめ。誰がインランよ。これでも私はアインツ様のために純潔を守って。純潔なんですか。アルベド、公衆の面前だ。もう少し発言をわきまえよ。佐藤一馬さん、こんなところにいたんですか。学校が違うから分かりませんでしたよ。ギルドのお姉さん、また何か依頼ですか。依頼というか、以前問い合わせいただいた件について情報が届きましたので。そちらの報告に。おー、ついに。カエルの居所が分かったのか。それともシャルティア。 Oh, the Rainbow Toad, that's right. おそらくシャルティアさんです。長い銀髪に深紅の瞳の女性が槍を手に暴れ回っているとの目撃証言が届いています。Sounds about right. 全ての特徴が合致する。間違いなさそうだな。しかし槍を手に暴れて、もしかしてまた我を忘れて暴走しているのでござろうか。装備を整えつつ迅速にだな。お姉さん、早速場所を教えてくれ。ちょっとカズマ、もしかしてその格好のまま行くつもり。仕方ないだろう。着替えている暇なんてないし。そんなことを言って単に気に入っているだけなのでは。 Pretty much. わ、私もこのままの格好で行くしかないのだろうか。どうしよう、カズマ。戦闘でこの服がはだけ破れていく様を想像しただけでむしゃぶるいが。I like how it took so long for the text to catch up to her. シャルティアが暴走？なぜだ？異世界転移の影響か？Well, looks like we're gonna figure out where she's at. This will probably lead us into part two story. 虹色ジャイアントトード。必ずや。Here we go. 私の手で葬り去ってみせなければ。この世話。シャルティアの目撃情報はこの辺りのはずなのだが。のどかな風景という感じですね。確かに争いの影などまるでありません。平和でござるね。ポカポカして眠くなってきたでござる。トミーター。なんだ、あっちの方角から聞こえたわ。なんかめちゃくちゃ特徴的だった気が。シャルティアの手がかりがつかめるかもしれん。とにかく言ってみよう。 Which in this world could actually be peril. いました。 Takes me back to the damn cabbages. シャルティアです。どうやら交戦中のようでござるよ。魔物か。火星が必要ならば今すぐ。 I knew it. She's getting attacked by a tomato. 待ってくれ。どうも様子が変だ。確かに見た目は完全にトマトだが、飛んだり跳ねたりしてるぞ。 No, it's just a tomato. というか喋ってるんだが。 Exactly. でも戦闘というよりなんていうかな、一方的な蹂躙。ああ、アインズたちに聞いた通りの実力の持ち主だな。あれだけの数のトマトを相手に傷一つ負っていない。
シャルティア自身の実力も確かにあるけれど、彼女をさらに厄介にしているのはあの槍よ。スポイトランス、簡単に言えば相手に与えたダメージを吸収できる武器だ。なんだよそれ、反則級アイテム持ちの吸血鬼とか笑えねえ。ああ、お前たちが敵じゃなくて本当に良かったよ。いや、我々はともかく、ことシャルティアに限ってはそう簡単にはいかんかもしれん。どういうことだ、仲間なのだろう。ならば声をかけて連れ帰ればよいではないか。いや、あれはおそらく我を忘れているようだ。もしかすると血の狂乱が発動している可能性がある。I mean, she's fighting a tomato. What is it? She saw the inside of the tomato was like blood. I'm a vampire. 殺戮衝動に囚われてしまう。 She's gonna be disappointed. 何それ怖い。ですがアインズ様、このような平和な土地でシャルティアが大量の返り血を浴びることなどあるのでしょうか。その問いの答えならば目の前にあるではないか。今まさに繰り広げられている惨劇がそれだ。トメータ、トメ、いやいや冗談だろ。トマトの汁を返り血と錯覚しているとか。私だって冗談だと思いたい。ああそうだ、心の底からな。なんちゃら迷惑なやつだ。とにかくあんな状態じゃ今は良くてもいつ人を襲うとも限らん。早急に無力化しな。ゴッドブラー、 Really awkward。 危ない、アインズ様避けてください。いきなりなんだ。外したわね。外したわね、じゃねえよ。みんなで一丸となってシャルティアを止めようって流れをぶったけるな。 I mean… 隙を見せたあいつらが悪いのよ。何をギャーギャーと騒いでいるの。あ、I don't think this is the way she makes me last. ほら見ろ、お前が余計なことするから気づかれちゃったじゃないか。そんなに責めないでよ、仕方ないでしょ。女神なの、私は女神なの。アンデッドは浄化しないと気が済まないの。 So no one's gonna ask about this crimson armor she suddenly wearing. 私を楽しませなさい。 That's where she was just like they described her wearing a black dress and parasol. この子にはまだ何もしてないんですけど。 So at some point she's アインズ、シャルティアの目を覚ます方法は。 That's her berserk form they talked about. Still it's like今のシャルティアはかなり不安定な状態だ。強力な衝撃を与えればおそらく。強力な衝撃？それなら、真打ち登場。Oh, God. He's gonna do. 例の大魔法を使うのだな。心強い。お前に託したぞ。こちらの世界の大魔法使い。ここに予言しよう。我が爆裂魔法の偉大さは遠く異世界においても伝説となる。この吸血鬼、こっちはね、毎日毎日アンデッドやら悪魔やらと過ごして鬱憤溜まってるのよ。食らいなさい、ゴッドレクイエム。なんという威力、まさか文句。すごいでござる。聖職者とは思えぬ威力。アクアがシャルティアを引きつけてるうちだ。ええ、畳みかけましょう。シャルティア、すぐに目を覚まさせてやるぞ。このスバ。Well then. ハインズ様は世界の王となられる。 Looks like this is the last one. 覚えておきなさい。Let's check this out real quick. このスバ。嘘、ありえない。前にも言ったはずだ、アインズ・ウルゴーンに敗北はないと。カズマ・ウルゴーンにも敗北はない。二人ともぶちかましてやれ。シャルティア・ブラッドフォーム。
ナザリック地下大墳墓の支配者の力。He is such an idiot. It's great. Fallen down. Can't see straight now. Oh, here we go. Explosion! They're trying to like murder old girl. Did it work? Mezameo.さあ、目覚めよ。アインズ様。おはよう。それに。Oh, there she is. Okay. まったく、お早いお目覚めですこと。あ、アインズ様、申し訳ございません。私としたことが。So for those of you that haven't done the story, now you know why she's disabled in the, だが。In the current battle. 安心したぞ。お前は異世界転移のショックに偶発的な事故が重なったせいで今しがたまで暴走していたのだ。だんだん思い出してきたでアリンス。So someone was asking, she is summonable in the current banner, but she's like general pool rates. So her and Darkness will be back on、another banner here. I think actually tomorrow night. I think within 24 hours this.Going up, we should have that, so we'll have another opportunity to go after these two units. Waga Bakuritz Mahoa, Isekai no mono ni motsujiro koto ga shome saremastane. Calm down there, Megumin. Anzuna, Kono Sekai de no Kyoruk Shatachda. Yaku Ichime o nozoitena. Well.I was about to say, most of them are allies. Hi, stop! これ以上無益な争いはなしだ。仲間も見つかったんだし、ハインズたちもあとは元の世界に帰るだけだからな。I love the relationship between Kazuma and Eyes, Aqua. 皆様。ありがとうございました。Not even reading the story now, I'm just laughing. They're hilarious. 確かに危険たっぷりだったけど、異世界のスキルや魔法もいろいろ見られたし、楽しませてもらったよ。あとは虹色ジャイアントトードを見つけるだけだな。So basically what we're going to do is we're going to find the rainbow toad for part 2 and that's going to be them going home.Explosion! So why are we doing this again? Are we just comparing powers and abilities? Oh, there it is! Oh, wow, I just assumed that was going to be the part 2 stuff.光に包まれて、まか不思議な現象でありんすね。異界への門が壊れたことで、この世界が異物である我々を元の世界へと返そうとしているのだろう。ああ、ついに元の世界に戻る時が。Why do I feel like that's not what's going to happen here? 残念だな。ええ、でも私たちには。We know there's a part 2 banner coming, so I'm guessing something stupid is about to happen. I mean, with this franchise, it's kind of a given, but. I couldn't even hold her tongue, it's great. 確かカズマを仲間に。とかおっしゃっていましたよね。そうなんでアリンス？レアドロップ率は魅力的だったからな。だが。カズマカズマ、おんぶしてください。仕方ないな。ほらよっと。悪魔が帰ったら打ち上げしましょうよ。カズマ、シュワシュワ飲んでいい？いや、その前にクエストに行こう。
重い一撃が期待できるクエストに。 Everyone's pretty much just ignoring この者たちにカズマは必要であろう。それに私にはお前たちがいる。アインツ様、もったいなきお言葉。じゃあ元気でな。皆さんもご達者で。それでは。レアアイテム大切にするぞ。Something tells me this isn't farewell. Something's about to happen. よろしく伝えてほしいでござる。言っちゃったか。冗談かもだけど、俺を仲間にしたいと言ってくれたし、いつかアインズたちの世界に行けるといいな。Part 2 is going to be very boring without them. I guess we'll have to see what happens. Color me shocked. I really thought something dumb was going to happen. But we've got Part 2 incoming tomorrow, so we'll check that out. But for now, that is going to be the story. Let me know what you guys thought. Like, comment, share. Like I said, Part 2 banners are incoming tomorrow. I'm expecting a new event tomorrow. I don't think this is over. I think we've got more coming.So, stay tuned! More Konosuba tomorrow. I'm assuming more collab. And I'm frankly excited for it. So, I'll see y'all then. Like, comment, share, and catch y'all in the next one.